平成23年8月21日、阿蘇市大里の JA 阿蘇の倉庫にて、内巻地区対抗で菓子作り大会が行われました。今年で第3回目となる菓子作りは、内巻公民館文館事業の一環として行われています。創意工夫と感性を養い、地域の絆、心優しい人作りを目的とし、今年は田園風景に合う動的かかしを作品のテーマに掲げ、各チームごとに約2時間をかけてそれぞれかかし作りに励みました。藁や各自持ち寄った衣服や材料を使い、テーマに沿ったかかしを大人と子ども一丸となって作成。子どもたちも普段使わないような道具を使い方を教えてもらいながら一生懸命取り組んでいました。豊作祈願やお米を食べて頑張ろう日本など、ささにお願い事を下げたりなど、さまざまな工夫をしています。完成したかかしの前で記念撮影も行いました。その後、表彰式では最優秀賞に阿里チーム、優秀賞に4区西宇野浦チームが選ばれ、参加者全員には参加賞が贈られました。この日はあいにくの雨で指定の場所へかかしの設置ができず、8月24日の午後、田んぼの道沿いにスズメやカラスから農作物を守るために計11体のかかしが設置されました。